はい、皆さんこんにちは。旅先チャンネルのケシャンです。今日のセッションはクッピッシャー、クッピッシャーです。はい、さて今日はエシャ何を作っていくのでしょうか。わかんないですね。じゃあ今日はスリランカでは一番有名なカレーを作っていきます。まあ一番有名なカレーって言ったらちょっと違いますけど、まあ有名なカレーの中で一つのカレーを作っていきます。ちょっと待ってください。早速動画に入っていきますから、ちょっと英語でちょっと話していきます。 Today I'm going to make one of the famousカレーインシュランカ。 OK! Let's go! 早速動画に入っていきましょう。はい、そういうことで今日作るのはチキンカレーです。まあ、チキンカレーといったらスリランカでは有名なカレーの一つです。まあ、スリランカでは、まあ、結構チキンは食べますね。ビーフとか豚肉とか、まあ、あまり食べないといっても、まあ、間違いはないと思いますね。まあ、宗教的ないろいろもあって、あと、まあ、牛はその農業のためにも、まあ、スリランカでは使っているので、まあ、ちょっとその動物はその動物の肉を食べるのもあまり良くないとか、そういうこともありますし、あと宗教というのはイスラム教徒もインド教徒も仏教徒も一緒に住んでいる国だから、まあ、そういうことで豚肉食べない人もいるし、ビーフ牛肉食べないという人もいるし、まあ、チキンは大体みんな食べる料理です。まあ、僕は仏教徒で仏教徒でも食べます。スリランカでは結構有名なカレーの一つです。まあ、これはインドのチキンカレーとなんかバターチキンカレーと全く違う感じのカレーです。スリランカのチキンカレーの中でも2つの作り方があります。1つはチキンカレーに、まあ、ココナッツミルクを入れて作る方法です。もう1つはココナッツミルクをいらなくて、まあ、普通のなんだろうスパイシーの方法に作る方法です。まあ、シンガルゴーで言ったら、まあ、1つ目は、まあ、切れたチキンカレーを作りますと言います。切れたというのはココナッツミルク入れて作るチキンカレー、まあ、それはちょっとなんだろうそんなに辛くないと思うし、2つ目はミリサと、まあ、チリパウダーとか、ね、スパイシーとか結構入れてなんか辛く作るチキンカレーです。さて今日はエシャーは何のチキンカレーを作っていくのかな、気になりますね。今日はミリサとチキンカレーを作っていきます。つまりちょっとスパイシーを多めにして、多めにじゃないけど、まあ、日本人の口に合うようにもちろん作っていきます。あとはね、まあ、日本人はそんなにココナッツミルクとか、まあ、食べるのが、まあ、聞いている限りでもそんなに好きじゃないらしいので、まあ、スパイシーの方、メリッサルの方を作っていきたいと思います。じゃあ動画に入っていきましょう。 OK guys, today I'm going to make chicken curry in Sri Lankan style. Let's go! はい、まず最初に材料を紹介していきます。カリーパウダー、塩、クローブ、胡椒、シナモン、生姜、ニンニク、ターマリック、チリパウダーとゴルカです。最初に切ったチキンをもらって、それに塩とターメリックを入れます。その後でこれをよく混ぜます。こういう感じで混ぜます。
チキンをそのまま置いておきます。次に鍋をもらって、その鍋に油を5本入れます。5です。結局5本です。僕使ってるのはこちら の, そのサラダ油です。それから火を中火にします。玉ねぎを入れます。玉ねぎを入れてから、それをちょっと混ぜます。その後はね、ニンニクを入れます。ニンニクも入れて、それもよく混ぜます。この段階でなんか炒めるようによく混ぜるのは大事です。それでちゃんと混ぜてください。ニンニクと玉ねぎを3分ぐらい炒めた後で、それに生姜を入れて混ぜます。いい感じ、いい匂い。次に肉をその鍋に入れます。入れてよく混ぜます。でよく混ぜてください。で蓋を閉めてちょっと置きます。もう一回蓋を開けて混ぜます。ここでもよく混ぜるのは大事だから、何回も混ぜます。それで次にトマトと唐辛子を入れてよく混ぜます。もう一回蓋を閉めて置きます。いい感じですね。もう一回混ぜます。何回も混ぜていきます。こんな感じに見えますか、皆さんのチキンカレーは。10分間ぐらい炒めた後でスパイシーを入れていきます。最初に
チリパウダーを入れます。チリパウダーを入れてちょっとだけ混ぜます。あー、赤くなってきますね。次に全部のスパイシーを入れます。クラッカー、シナモン、あと次のスパイシーも全部入れていきます。胡椒とかもね、入れていきます。その後でそれを全部よく混ぜます。あー、どうですか、辛そうですね。じゃあ蓋を閉めていきます。もう一回混ぜます。こんな感じになっています。混ぜるのは大事です。何回も何回も混ぜてください。こんな感じです。スパイシーを入れてから5分間ぐらい経った後で水を 100ml を入れていきます。でもう1回混ぜます。こんな感じで混ぜて蓋を閉めて炒めます。火を弱火にして混ぜながら炒めます。よく混ぜてください。何回も混ぜてください。この混ぜることによって味が違いますよ。こんな感じです。美味しそうですね。ぐじゅ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 と音が聞こえますよ。どうでしょうか。美味しそうですね。チキンカレー、チキンカレー、美味しいんだな。1分間ぐらい炒めてちょっと味見をしてみてください。まあ、塩とか足りなかった場合は塩とか入れてください。スリランカ人がこうやって手にこのスープを入れて味見をします。結構熱いから気をつけてくださいね。次に混ぜてからこうやって蓋を閉めてもう一回炒めます。もう一回混ぜます。混ぜるのが大事です。水を入れてからこうやって混ぜながら30分間ぐらい炒めました。はい、これで出来上がりです。はい、皆さん、出来上がりです。見てみて、こんな感じに出来上がりました。じゃあ、早速食べていきましょう。こんな感じかな。最後、美味しい美味しい、これは美味しいです。まあ、僕が作った、チキンカレーの多分、中で多分一番かな。これは最高、めっちゃ美味しいよ。皆さんもぜひ作ってみてください。スリランカ人がだいたい昼、昼ご飯、晩ご飯とか朝ご飯とか、まあ、一緒に食べるカレーの一つです。まあ、チキンカレーといったら誰でも食べる、誰でも食べるカレーになります。まあ、ビジタリアンの人はもちろん食べないけど、普通肉食べる人だったら絶対食べます。スープもちょっと飲んでみよう。いい感じ。ちょっと辛いだけど、まあ、私的にはちょっとそんなに辛くないだけど、日本人にとってはちょっと辛い感じです。それだったらなんかチリパウダーとかカリーパウダーとかちょっと少なめにしたらそれを調整することができます。あとですね、まあ、パンとかディアップというスリランカの食べ物とか、
まあ、いろんなものと一緒に、まあ、チキンカレーを食べます。大体人気がある食べあのカレーで、皆さんもぜひ作ってみてください。はい、そういうことで昨日のクックイッテショー終わりにしたいと思います。皆さん、なんか質問、ご質問とかあったらぜひコメントラインでお願いします。次のクックイッテショーのこのセッションでは、あの次に来る料理は何だろうコットゥ、コットゥというスリランカ料理をどうやって作るのかについて紹介していきたいと思っています。次のクックイッテショーのスリランカ料理はコットゥです。多分スリランカ人のために、まあ、日本料理をちょっと紹介するかもしれない。次の来るスリランカ料理は絶対コットゥです。コットゥちょっと調べておいてください。はい、そういうことで今日の動画終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。あとはね、コメントとか、なんだろう、コメントとかチャンネル登録とかいいねとかよろしくお願いします。じゃあクックイッテショー、バイバーイ。